平成23年6月30日、宮地保育園の園児たちから JR 宮地駅に七夕の飾り付けが行われました。飾り付けを行ったのは、年長組の増産クラスの園児たちです。飾り付けを始める前に、みんなの願いが叶いますようにとお祈りしました。保育園のみんなで作った大小さまざまな色とりどりの七夕飾りや、将来の夢、もっと上手くなりたいことなど、願い事を書いた短冊を笹の葉に飾っていきます。野球が上手になるように、絵が上手になるように、パティシエになりたい。飾り付けが終わると、気持ちを込め、童謡の七夕様を歌いました。駅長さんは七夕飾りと歌のお礼に下敷きと駅のホーム内の見学をプレゼントし、子どもたちはお礼を伝え、ホーム内の景色などを楽しんでいました。